長田握手率 0% が A1 や M リーグにいてかなりいい成績残すと思いますか？わからんなー。わからんけど、わからんねーな。だから長田が出たらってことでしょ、簡単に言うと。長田が A1 とか M リーグ出たらでしょ。僕の体感は負ける気がするけどな、長田そのものが出たら。まあでも大敗はしないのかな、わかんないな。いやー難しいな、長田。でも長田の打ち方ちょっと M リーグとマッチしてないんだよな。長田の打ち方ね、ちょっとマッチしてないんだよな、ちょっと。まあ長田複数いるから、まあ一番勝ちやすい長田とかもいると思うけど、うん。長田結構、ベースがさ、やっぱネット麻雀民の打ち方をベースにやってるから、M リーグはみんな打点派で腰が重いじゃん。うん。だからちょっと違うんだよな、最適絵画みたいな、うん、と思うんだけど、分かんない。勝つかもしんないよね、分からん。ちょっと違うんだよね、このネットバージョンの場とエブリーグの場では、その最適解というか基本戦略がね、うん。ただ長田はやっぱりあのミスせずね、安定して打つのが売りだから、勝っても全然おかしくはないっすね、普通に。うん、勝ってもおかしくはない。人呼びはね、言うてそんなにね、麻雀に影響しないんだよね、実は。うん、この人だからこうとか影響しないんだけど、なんかこのフィールドの全員の傾向はちょっとあるかなと思うけどね。うん、まあ長田とりあえず読みってものはないんだよね。将棋はさ、流れないって言うじゃん、運とか流れないって言うじゃん。将棋棋士の人結構言ってるからね、流れって。マジで解説とか聞いてると勢いとか流れってよく言ってんだよね。だからまあ麻雀での使う意味とは違うだろうけど、あと運とかよく言ってんだよね。運はね、結構将棋あるらしいんだよ、実は運があるらしいんだよね、将棋棋士の人と話すんだけど、うん、そう、指運とか、なんか自分でのあの自分でも最後のまで読み切れてないんだけど、どっちかでこっちってやったのが結果的に良かったみたいな、そういう指運がねあるらしいんだよね、将棋。うん、読み切れてなくても、もう刺さ、何どっちか刺さなきゃいけないやつを、うん、なんかうまく当たったみたいな、うん、そういうのがあるらしいんだよね。へえと思ったね、将棋も運があるなんてね。確かになんか例えばね、もうほぼ負けてるけど相手がたまたま間違えたとかもあるわけじゃん。ということで、チャンネル登録、高評価できればメンバーシップ登録もよろしくお願いします。